1983年の西武ライオンズでは、1983年の西武ライオンズにおける動向をまとめる。この年の西武ライオンズは、広岡達郎監督の2年目のシーズンであり、2年連続7度目のリーグ優勝と2年連続5度目の日本シリーズ制覇を果たしたシーズンである。西鉄ライオンズ時代の1963年以来19年ぶりのリーグ優勝。 そして1958年以来24年ぶりの日本一を成し遂げたチームはこの年も石毛宏則、田淵光一、スティーブ・テリーなど打線の活躍で開幕ダッシュに成功。5月初めまではロッテが追いかけるが、そのロッテが5月後半から大型連敗で一気に脱落。西部と同じく優勝候補の阪急や日本ハムが後を追いかけるもののチームは その両球団に6月以降10ゲーム以上をつけて独走状態に突入。この年4番の田淵は開幕から絶好調だったが夏場に死球で離脱。それでも田淵の穴を大田隆片平晋作などのベテランが補い、また若手でも伊藤勤や金森英二が台頭するなどベテランと若手が融合したチームはほとんど首位を譲らず、10月10日には 阪急に勝って、地元で、優勝決定。投手陣は、田淵と、プロ入り同期の東尾治をはじめ、高橋直樹、杉本正、松沼博久、松沼正幸など先発が盤石で、リリーフでは、小林誠治、森重和、工藤君康などを配置し、投打ともに層が扱った。同年の日本シリーズは、巨人と第7戦までも釣り込んだが、4勝3敗で勝ち。 ヒロカ監督、そしてセ武ブライオンズの悲願である打倒巨人がようやく実現した。ありがとうございます。